ジャン・エミール・ラブルールは、フランスの画家、版画家、イラストレーターである。フランスの西部、なんとのブルジョアの家で生まれた。いとこに、版画家のジュール・グランジュアンがいる。1895年に、パリに出て、父親の望む、法律学校に入学したが、それに馴染めず、文学や美術に転じた。私立美術学校のアカデミー・ジュリアンに入学し、版画家のルペールに学び、 1896年から、基版画の出展を始めた。美術評論家のギオーム・アポリネールや、美術家のマリー・ローランさんや、ロートレックなどと知り合い、彼らの影響を受けた。ドイツを旅した後、1904年にアメリカに渡った。1905年から1909年の間、アメリカに滞在し何度か、アメリカやカナダで展覧会を開いた。1911年には、 イギリス、イタリア、ギリシャ、トルコを旅した。1911年にパリで展覧会を開き、1912年からパリに住み、独自のスタイルの版画を制作した。1910年代の作品には、キュビズムの影響を受けた作品を制作した。1923年に、ラウルディフト、美術団体、独立画家庁国家協会を創立した。ありがとうございます。